日曜の朝、皆さんいかがお過ごしでしょうか。梅ちゃん先生のオールナイスニッポン、今日も始まりました。このコーナーは私の人生に影響を与えてくれた偉人各社に出ていただいているコーナーなんですが、なんともう念願かなって私の大師匠である八尾井純一さんに本日はゲストとして来ていただきました。八尾さん、おはようございます。おはようございます。本日はよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。八尾井さんは皆さんどうお考えになっているか分かりませんが、まあ、UFO でね有名っていうふうに言われちゃうと、まあ、私としてもちょっと悔しいところあるんですけれども、八尾井さんは今宇宙塾という私塾って言ったらいいんですかね、うん、講習会って言ったらいいんでしょうか。まあ世界一ゆるいセミナーって言ってますけど、はいはいはい、何の規則もないという、はい、例だけはする、規律例だけはする。あ、そうそう、最初と最後だけね、はい、立ち上がって例だけしようっていうことにしたのも、はい、あまりにもダラダラしてねけじめがつかないからそれだけしましょうということにしたんだけど、はい、他はないですね、はいはいはい、その塾にですね、私もですね今を遡ること運年前にですね参加して卒業させていただきまして。あ、そうですね、そういえば、はいはい、うちの息子も家内も卒業しましてですね、すごい、一家で、はい、あの時中1だったんですけれども、うちの子はですね、うん、それでまあでもその効果っていうのはですね、はい、突然来ないで何年かかかって現れたりしたんですけれども、あの時忘れられないエピソードがですね、うん、私初めて八尾さんに会った時、うん、もうどうしても聞いてみようと思って、はい、あの時に私の生まれてきた使命っていうのは何なんでしょうかね八尾さんって聞いたら、うん、八尾さんが覚えてらっしゃらないと思いますが、うん、そんなもんあるわけねえじゃねえかバカっていうお前なっていうふうに言われましてですね、はい、もう本当にですねその衝撃を受けましてですね、もうそれでもうこれはもう全部卒業していこうと思って今に至るわけなんですが、うん、なるほど、ね、使命があると思ってる人っているみたいなんだけど、はい、そんなものあるわけないじゃんって思いますね、はい、で誰が決めるわけというね、はいはい、一人一人の使命を全部決めてるやつがいるとするとそいつはすごいねと思ってね、はいはい、だからそんなものあるわけないわけです、はい、でその使命とかね、この世は修行だとかいうのはね、はい、非常に悪い思想ですね。あ、まあ、誰が言い出したのか多分宗教的な感じですかね、はい、だけどそんなものはありません。一人一人は本当にただ生まれてきただけで、はい、生まれてきたということは自由ですね、はい、本来は一人一人が自由なはずなんですよ、はい、で自由な立場で自分の人生を設計するという権利があるわけなんだけど、はい、それではね、なんかその使命があるとか運命があるとかね、はい、修行だとかって言ってこう押さえつけるのは良くないね、はい、うん、あれですね、先ほど実は打ち合わせの時に八尾さんがおっしゃってたですね、はい、既成概念は全て、捨てるぐらいでちょうどいいという話があるそうですね。それについてちょっと、はい、ね、ほとんどの人がね、はい、物を見るときとかそれを見て認識するときにね、はい、まず既成概念で見てるんですよね、はい、だから例えばこうビールを見たときに、はい、あ、ビールだって思っちゃうから、はい、もうそこで決まっちゃうわけね、はい、だからその飲んでも自分が知ってるビールの味しかしないわけですよ、はいはい、だけどビールって刻一刻と味もそれから、まあ、なんていう物質そのものも変わってるわけでね、はい、どんなものでも一瞬一瞬こう変化してるはずなので、はい、その一瞬一瞬を捉えてちゃんと見ないと、はい、あるいは味わわないとね、はい、意味がないんですよね、はい、だけど、まあ、なんだってこう見たらジョッキに入ってこう泡がブクブクしてて黄色ければそのこれはビールだっていう既成概念じゃないですか、はい、でも紫瓶かもしれないじゃないですか黄色い液体が入ってるしってことですね、ね、はい、うん、冷えてれば分かんないかもしれないけどね、はいはい、だから物事をこう見るときに本当に素で見ないとね、はい、あなたのまっすぐな心でちゃんと見るようにしないと、はい、なんか生きてても無駄ですね、うん、無駄、うん、死ぬまでずっとそうやって既成概念だけで生きていくわけでしょ、はい、そう、物事が分からないまま死ぬまでいくわけだから、はい、無駄だからもう僕はすぐ早く死になさいと言ってしまうんだけどそういう人たちはっていうことですよね、うん、まあ言うことが極端なのは僕の、ね、癖なので、はいはい、
まあ、申し訳ないですけども、そのつもりで聞いててください。変なやつだなと思って。今ますます過激になってきてるような気がするんですけど。そうですかね。そうかな。あんまり過激という、ね、意識がないんですけどね。はい。はい。あの、八尾さんは、あの、御年がですね、なんと84歳なんですね。そうです。ね、それ、この間の7月で。はい。はい、いや誰がどう見ても見えないと思うんですけれども。そうですか、ありがとうございます。その秘訣っていうのをちょっと聞いている見ている皆さんに何かないなあのね、どういうんだろうな、こう本人に自覚症状がないってことですかね。はは、うん、でこれもまたね悪い癖でね、世の中の、はい、なんていうか常識というんですか、はい、なんかある程度の年になるともういい年だからとか言って、はいはい、あの人を陥れようとするじゃないですか、はい、でその気になっちゃうじゃないですか、はいはい、でもそんな年でそんなことをしたわとか、はい、それでいい年してそんな格好してとか、はい、まあ年寄りの冷や水だとかいろんなことを言ってですね、はい、人を陥れようとするやつが多いんですけども、はい、そういうね、まあ、言葉に乗っちゃダメですね、うん、だから自分はねどこまで行っても自分なので、はい、それは80だろうが100だろうが3歳だろうが同じだと思うのね、はい、その時その時の自分がいるわけであって、はい、それでそういうことに惑わされてるとね、自分もその気になってくるわけですね、はいはい、まあそろそろ年かなとか、はい、足腰弱っても当たらないかなと、はい、そういうふうに思っちゃうでしょ、はい、でそういうふうに思うからそのようになるわけです。じゃあもっと言っちゃえば八尾さんは全く思ってないということですね。全然何の自覚症状もなくてこの前なんか、まあ、これもしょうがなくバースデーパーティーっていうのをやったんですけども、しょうもなくしょうがなくです、あれはね、はい、単なるサービスです、はい、僕のね、はい、たまにはみんなで寄って酒を飲みたいんだろうなと思ってサービスとしてやってるのであって、はい、僕自身は面倒くさいからやりたくないですよ何にも、はい、宇宙塾もそうなんですよ、はい、もう本当はやりたくない、めんどくさいから。ありがとうございますそれそういういい加減な人がやってるいい加減なセミナーです。はい、はい、だからあんまり本気にしなくていいですよ、はい、いや教わること多いかと思うんですけども、八尾さんのじゃあモットーっていうのは何なんでしょうか。モットーね、この瞬間を生きるってことですかね。それはどういうふうにということなんですか。そうですね、全力投球でもないですよね、まあ、全力投球です。全力投球、はい、はい、ね、みんな誰でもそうだと思うんだけど、自分がいつ死ぬか知らないでしょ、はい、はい、もちろんです。するとね、今から1秒後かもしれないわけです、はい、まあ、脳溢血なんかすぐ死ぬからね、はい、で僕はね、小さい時に満州っていうところにいたせいでね、はい、やたらめったら人が死ぬのを見てきて、はい、目の前でもバタンと死んだりするから、はい、人間ってすぐ死ぬねと思ってるので、はい、この一瞬先があると思ってないんですよ、はい、だからもうこの瞬間に自分がやりたいことを全部心ゆくまでやっておきたいっていうことの連続なんですよね、はいはい、で過去はね、もう死んだと同じでね、戻ってこないってことは死んじゃったんですよ、はい、だからその死んだ年の数数えてもしょうがないので、死んだ年の子ね、だから過去は終わった瞬間から捨てていきます、はい、捨てていく、捨てていく、はい、だからこの番組も、はい、終わった途端にもう消えてなくなるでしょうね、頭の中から。いや、ちょっとだけは覚えておいてください、どうかなリマインドしてくれれば思い出すあ、なるほど、じゃあリマインドします、はい、はい、ありがとうございます。いや、本当にですね、こういうような話が宇宙塾ではですね9回にわたり繰り広げられていくっていう、まあ、話最後はまた話だけでもないんですけれども、先ほども伺っちゃったんですけども、右脳が発達すると分かるようになるんだよっていう矢部さんの話あるんですけども、はい、そういうものがあるかどうか知らないんですけども、はい、まあ、人の話によると右脳と左脳があると、はい、で右脳はどっちかというと感性の分野で、はい、で左脳はまあどういうんですかね、論理的思考っていうんですか、はい、こうこうこうだからこうという説明がつかないとダメみたいな、はい、そういうなんか限られた思考の方法ですね、はい、それで右脳の方がよりこう全体的に 見通すというか、はい、
左の方はこう一個ずつにこだわるというか、はい、でこれが本当は脳としては両方が平等に発達すればいいんですけれども、はい、今までの教育って全部左の脳でしかないんですよね。で右脳の分野っていうのはそれはあやふやだから信じちゃダメとか、うん、錯覚とか、うん、決めつけてるわけで傲慢にもね、はい、なので左脳ばっかしだからその試験にしても何にしても全部過去の人の話を暗記しなくちゃいけない、はい、でみんな苦労するわけね、はい、でもその中には親が言ったことも多くて、はい、早くしなさいって盛んに言われたから、はい、なんとなく気ぜわしいんだよね、はいはい、用もないのに気ぜわしいで忙しい忙しいって言いたがるんだよね、はいはい、それからね真面目に一生懸命っていうのも散々言われたので、はい、みんな真面目すぎるんだよね、はい、で一生懸命何でもやりたがって、はい、で努力したがる、で努力しないとダメかもしれないと思ってる、はい、まあ、例えばね今、まあ、金メダル取る人がいるとするじゃないですか、はいはい、とその人がもしもね、いや僕全然努力したことなくて練習もしたことがなくて、はい、のほほんと言ったら金メダル取っちゃいましたって言ったらね、大ブーイングになるんだよね、これは。なるほど許せねえと。でだけどもう本当にこう心血注いでね、死ぬ思いをして、まあ、一生懸命努力した結果これが取れましたって言うとわーっと拍手大喝采になる、はいはい、でそういうふうにね、なんかこう教育されてしまってる気がするんだよね。なるほど。だけどさっきも言ったようにね、いつ死ぬか分かんないんだから、はい、そんなにね自分を痛めつけてね、はい、やれ修行だのね、一生懸命だの努力だのってやってる必要は全くないと思うんだね、はい、そんなことよりもいつ死ぬか分かんないんだから自分がこの瞬間に全力投球して、はい、自分が満足するように、はい、楽しく幸せになるように生きていくっていうことが一番肝心かなと僕は思ってるので。なるほど、はい、まあ、強いてモットーといえばそれくらいですかね。なるほど、八尾さん、話が盛り上がってきたところで恐縮なんですが、もうお時間が来てしまいましたので、また来月もぜひ出ていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい。